浅野義久は、日本の起業家、生科学、栄養学者。博士号。野口医学研究所創立者、評議員、名誉理事、一般社団法人野口医学研究所社員総代、国際個別改良学会顧問。米国日本人医協会会員。トーマス・ジェファーソン・ユニバーシティ・メンバー・オブ・ファカルティビジティング・スカラー・パブリック・ヘルス&。 ヘルスエデュケーション、ベトナム、ダラット省ベトナム国立ダラット大学客員教授。朝野、ゴネラセンターフォー、リサーチインメディカルエデュケーションヘルスケアの告知1942年、朝野サダオの長男として東京都に誕生。小、中学校、高等学校時代を名古屋市で過ごし、塩路中学校、昭和高等学校を経て1960年。 東京理科大学理学部科学科入学と同時に、東京へ戻る。1964年東京理科、大学理学部科学科卒業。1963年交換学生として、東京大学医学部栄養学教室吉川春、ことぶき教授の研究室に入る。米山義正助教授の下で研究生となり、血液学を学ぶ。 その研究生時代の指導教官であった、朝倉実生博士より、野口秀夫に関する知識を得る。東京理科大学卒業に次いで、東京大学医学部研究生終了後、持田製薬株式会社入社、エッソスタンダード石油株式会社、ブリストルマイヤーズ株式会社を経て、恩師らの財団設立に協力するため、1983年、 沢田隆史らと ASA 株式会社を設立し、代表となる。1983年、野口秀夫博士の名をいただく財団設立後は、インターナショナルヘルスサービス株式会社、及び、一般社団法人野口医学研究所等を設立し、代表となり、米国財団野口医学研究所の普遍活動に従事する。 後に、NPO 法人の口医学研究所を設立し、日本国内の普及にも携わる。1998年香川栄養学園女子栄養大学大学院入学。2009年3月終了。2010年香川栄養学園女子栄養大学から博士号を授与され、学会活動にも積極的に参加する。2010年7月。 トーマス・ジェファーソン・ユニバーシティ・ディーン・エメリタス、チェアマンプロフェッサー・ヨゼフ・エス・ゴネラ博士により、メンバー・オブ・ファカルティアンドビジティングス・スカラーを移植される。2017年5月ベトナム、ダラット省にある、ベトナム国立ダラット大学より、客員教授の移植をされる。現在は、食育、一食道元・美と健康、統合医療などを講演する。浅野義久プロフィール。 野口医学研究所2013年1月1日、ありがとうございます。